おはよう前橋から。皆さんおはようございます。おはようございます。4月26日月曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から、略しておはっかんな、元気にお送りしてまいります。改めましておはようございます、磯日彩香です。皆さんおはようございます、小千じいちゃんでございまする。はい、今日は小千じいちゃんとお送りしていきまする。よろしくお願いします。するする、よろしくする。さあ今週も始まりましたよね。え、最後の週だ。本当4月最後の週だ。4月最後の週来たよ。来ましたね。ということは、うん、今週は、うん、ゴールデンウィークが始まるんだってさ。世間はスタートですよ、うん、ただね、ちょっとまあ全国的にもね3度目の緊急事態宣言になってたりとか、うん、群馬でもねいろいろとね愛嬌群馬プロジェクトがちょっとね中止になるとかいろいろあるのでね、はい、皆さんお出かけの計画がまあちょっとね狂ってきてるのかなと思うんですけど、うん、でもやれることっていっぱいありますよね、ゴールデンウィークでも、うん、そうだよ、うん、別に出かけなくったってさ、うんうんうん、うん、ね、まあお出かけ先とかもね、うん、いろいろとありますからね。まだね、うん、絞れるよね。そうだね、うん、小千ちゃんはどう、ゴールデンウィークはどう過ごすの。じいちゃんはねもうなそういうなんつうの連休とかね全然関係なくね、うん何十年もやってきたんでね前300言われて、あ、そうかっていう感じ、うん、そっかそっか、うん、黄金週間、うん、いつから始まったわからない、ね、ゴールデンウィークって小千じいちゃんの時あった。小千じいちゃんの時ってど生まれた頃ってことが、なんかそう前世紀の時、生まれた頃はないよ今も前世紀生まれた頃はないと思う。戦後だ、戦後、うん、何年っていう時だもん。じゃあ小千じいちゃんが20代の頃とかはあった、あったような気がしないでもないけど、その頃のことを覚えてたらな、もうちょっとシャキッとしてんだけどな今ね、うん、そうか、いろいろ聞きたいことがあるけどおじいちゃん覚えてないからな、困るんだよな。 そこはね、これ昔のこと聞かれてもね、うん、困るんだよ。そう、こっちが困りますよ聞きたいのに。頼らないようにした方がいいよ。そうなの、なんかぼんやり目の前にいるっていうさ透けて見えるみたいな、そのぐらいの存在で、はい。そっか、はい、では今日もよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。おじいちゃんお願いします。さあそして今日はですねメールのテーマが決まっております、うん、今日のテーマはこちらです。こちらです。あ、指さしても分かんないか今日のテーマは限定品だとついね、ついつい、うん、ちょうど今の時期だったね、うん、例えばもうちょっと前か春限定の何々とか、今度から夏限定の何々とかね、いろいろあるよね、次々とね。そうだよ、ゴールデンウィーク期間中の何々とか、うん、それもあるね、絶対ありますよね。なので限定品という言葉につい惹かれて買っちゃったとか、うん、うんとね、買ってよかった、逆に買わなきゃよかったなっていうものなど、いろいろ皆さん限定品のエピソードあると思うんですよ、はい、ぜひそういう話をお願いします。メール送っていただきたいなと思います。それでは時刻は7時29分を回ります。じゃあ行くよ。はいよ、せーの、いってらっしゃいまし。限定、時刻は7時46分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。さあおはよう住屋さんのコーナーです。このコーナーは前回の振り返りコーナーとなっております。はい、先週のテーマ皆さん覚えてますか。覚えてますか。覚えてたら若いです。若いですか。はい、ね、何日も経ってないからね。ちなみにあーちゃんは覚えてない。なんだっけ。覚えてないですか。そう、じいちゃんは目の前に書いてあるんで。なんだっけ。覚えなくても花まるまるでした。あ、そうだ、群馬花の日だったんだ。うん、花まるまる、そうでしたね、うん、なので花がつく言葉でお送りしたね、みんなで。そうだったですね、思い出しましたね、はい、では住屋さんのメール小千じいちゃんお願いします。あ、今日も住屋さんがあの流通ですか映った、はい、
乗り移ってるかな、わかんないけど。じゃあ行きます。はい、おはようございます。花丸丸、花大好きです。おー、いいですね。すみません、花大好き、うん、この季節は何といっても桜の花ですが、うん、最近は見る人が見る人が多く、あまり見に行けません。そうだね、去年、まあ、去年今年ね、人がたくさんいるところは行きにくい、うん、それにしても今年の桜は咲き始めが早く、うん、広前城の桜はもう散り始めて、広前行ってたの、ね、外折りが花いかだになってしまったようです、うん、まあおしゃれな、ね、言葉を使うもんですね。散った桜の花びらがこう、うん、締めに浮かんでるものだよね。ひらがなで書いてくださいね、これ読めないですからね。いかだって読むんだよ、いかだ、ね、読めなくて調べてもらったんで、じいちゃん、はい昔はゴールデンウィークが、あ、いい、かっこいいな、すみさんも英語で書くんだね、英語っていうか GW って書いてあるね。普通今さ GW って書いてあったらゴールデンウィークって読めるん、うん、誰でも読める。え、むしろ逆にそれじゃないの、じいちゃんの昔、うん、若い頃は GW ってなんだって30分ぐらい考えちゃったもん。じゃ、そんな無駄話してるとなかなか進まないからじゃあお願い、はい、いきますね、はい、昔はゴールデンウィークが見頃だったので温暖化が進んでしまったのかもしれません。うんうんうん、うん、そうだね、温暖化進んでる。毎朝散歩で見る草に隠れてそっと咲く野草が好きですね。今野草って読みそうになっちゃった。野草が好きですね、スミヤ。危ない危ない、スミヤさんありがとうございます。一時違うともう大変で、朝っぱら野草、野草、危ない、そとか言わないで、本当にダメ、はい、ダメしたことある、したことある、子供の頃、まあ、まあ子供の頃だったり、はい、でもいいね、花いかだって素敵ね、ねえね、もう一生う、一生書くことも読むこともないな、きっと水面にね花びらが浮かんでることなんですけど、ね、ね、一面ね、うん、花びらが綺麗だよね、ね、その時だけだ、うん、もう花びらがね動くのがイカダのように見えるっていうところから花イカダ、散った花もね綺麗だよ、そうね、うん、そうで一面、でも今花びらで埋め尽くされてさと今緑になったよね。もう、うん、そうだね、緑だね、本当に緑、夏を迎えるのにね、新緑って感じがするわ、でもパワーがもらえますね、これもまたね、緑パワーですね、Mウェーブと一緒、そうだね、Mウェーブ緑だね、はい、さあというわけで、はい、以上おはようすみやさんのコーナーでした。すみやさんありがとうございました。ありがとうございました。今は7時49分を回っています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と、子供の頃の何でもない古戦じいちゃんですどうぞよろしくお願いします。よろしくです。子供の頃、うん、あの追求しないと、追求しないさっきのはちょっと引きずってた。あ、そうですか、わ、うん、かりました、はい、さあというわけで今日のメールのテーマは何でしょうか。今日のテーマは限定品だとつい、そうですね、今日は限定品だとつい、つい限定品という言葉に惹かれて、うん、つい買っちゃうなんていう方いますよね。いるんじゃない、多いんじゃないの、ね、ねえ、今だけの今期だけのお客さん限定ですよ、限定いくつとかね、そう、小さなものから大きなものまでめっちゃくちゃありますね、うん、数限られちゃうとね、なので、うん、買ってよかったって思うものもあれば、釣られて買わなければよかったっていうものもありますよ、ね、ありますからね、うん、ラジオネームつんちゃんの母さんか、つんちゃんの母さん、おはからです、おはから4月もラストウィーク早いですね、今週も頑張りますと意気込みをいただいております、うん、頑張ってね。さてテーマ限定品といえば、そもそも物欲がないのです、うん、限定品とか言われても全然心が動きません。お、欲しいものを目の前にしてもそれは本当に自分に必要なの、うん、と一度は問うものです、うん、いや、いらない、それほどでもないと思いとどまることの方が多いです。これじゃ日本の経済は回らないわね、ごめんなさいねといただいております。もうそういう堅実なのもいいよね、うん、まあ、石橋を叩き続けてくださいずっと叩き叩いて叩いて叩いて割らないようにね、ね、うん、
そしてラジオネーム高崎のパパさん。パパさん。もう30年くらい前の話ですが、うん、1991年のグッドデザイン賞金賞を受賞したスキータ。ああ、Gマークってやつだね。グッドデザイン賞。おお。いろいろあるけど。ケスレー X1 インテグラルだって。わあ、名前がすごい。板の後部には、うん、ミッドシップカーを彷彿させる、うん、サイドエアダクトのような凹凸が付けられた、うん、見た目も美しい限定品です。当時の定価は12万5千円という高級品ですが、高いです。シーズンオフの展示会でなんと半額に、うん、限定品ということにつられて購入してしまいましたが、うん、使うのがもったいなくて結局一度も使用することなく、使ってない、実家の肥やしになりました。あらららら、体力の落ちた今のパパには198センチの長尺を操るのは困難ですが、いつか使う日が来ることを祈っています。わーお、もったいねー、すごい大きいし高いし、ね、それが半額。半額、うわ、これはね、マニアな方は買っちゃうね。プレミア価格になってんじゃないの。うん、今 ね限定少数生産だったんだろうからね。ね、うん、では皆さんメールお待ちしております。パパもありがとう。8時19分をちょうど回りました。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくです。さあ皆さん、今週も始まりました。うん、おはようございます。パチパチ始まっちゃった。とってもいいお天気ね。いい天気だね。朝寒かったけどね、今日はね、気温がね20度いかないですからね。いかないんだ、やっぱり17度。日中も前橋市はね、先週と違うね。ねえ、はい、でも風吹いてますね、やっぱり結構吹いてるよ。風の日になっちゃったか。うん、空はさ、すごく透き通ってすっごい綺麗だけど、まあ風があるから雲が突っ飛んじゃったんじゃない。夕べも風結構吹いてたね。いや本当ですよ、ガタガタ、なんか家が揺れてたよ。うん、本当ですね。私昨日前橋公園でライブだったんですけど、うん、もう暴風でもう飛ばされそうですよ。もう暴風、うはつかなかったね。暴風だったの。暴風、うはつかなかった。うはつかない、雨降ってないから、うん、暴風だけだったそう、よかった。うわ大変だったね。はい、うん、本当ですよ。もうなんか軽いメンバーとかはなんかコロコロ転がってそうなぐらい、そんなにすごくて、うん、でもまだそこに砂がないからよかったけど。あ、芝生のとこね。そうなんですよ、うんうんうん、砂があったらもうね大変でしたね。いや、ステージの向きをね変えて、回転式にしてもらってなんかこうねじゃあ、うん、流出をお願いしよう。風よけになるようにってこうね向き変えるっていう、うん、はい、さあというわけでね、今日もね風が吹いておりますので、はい、皆さん ね、 気をつけてくださいね。通勤通学は気をつけてください、ね、転ばないようにね。さあというわけで今日のメールのテーマいきますかね。どうぞ。今日のテーマはなんだっけな、限定品だとつい、はい、そうです。今日は限定品の話ですね、うん、まあいろいろと限定品があるので、まあ、ついつい買っちゃうもの、買ってみて、あ、買わなきゃよかったものっていろいろあると思うので、うん、今日は限定品ついということで、はい、では行きましょう。ラジオネームハワイのママちゃん。ママちゃん、あーちゃん、こせんちゃん、おはから。ママちゃん、おはから。お元気かしら。んだ、ママは元気だわ。よかっただ。限定品の言葉に弱いですよね。そうなの。つい買ってしまうのはなぜかしら、うん、今日はね、息子のたいちゃんはコナンを見るんだって。帰りにマクドナルドのミルキーのアイスクリームかスタバの限定品どちらかな、楽しみにしているようです、ママよりと。そう、ママ、私も昨日食べたの、ちょうどマクドナルドで、うん、今コセンちゃんも知ってる富士屋のミルキー、うん、あるじゃないですか、うん、あのミルキーとマクドナルドがコラボしてるんですよ今。ミルキーのシェイクと、うん、ミルキーのアイスクリームが出てるんですよ。おお、そう、私はね、そのソフトクリームの方を食べたんですけど、うん、やっぱミルキーソースといちごミルキーソースがかかってて、うん、超美味しかったです。超ミルキー味だった。はい、まだシェイクは飲んでないんですけど。そっか、うん、じいちゃんは多分口に入らずに期間が終わっちゃうんだろうな。
いやでもこれ食べた方がいいですよ、コセンちゃん。マックとかでさ、シェイクとか頼んだことないもんね。あ、コーヒーはかなり飲んでっけどね、マックのコーヒーとか。ほう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 。あ、シェイクってないな。ないか。そっか、挑戦するか。うん、してみてください。でも藤山すごいね、ミルキーもなんか70年らしいですよ。あ、もうそんなんなんだね。へえ、うん、スタバはね、今調べてみたらティラミスなんだね、うん、ティラミス。へえ、あ、またティラミスとか来てるん。もうずいぶん昔流行ったけどね、ティラミスってね。ほう、その流行った頃に初めて知ったんだけど、じいちゃん。あ、そうなんだ。ティラミスって昔からはないか、うんうん、そうだよね。なよかったな、が50年ぐらい前はなかったんじゃないのかな。ティラミスもいつから出たんだろうね。あるとこにあったかもしれないけどね、うんうんうん、今はね、うんうん、コーヒーティラミスプラフラペチーノがね、うん、スターバックスではあるみたいよ。頼めねえ、そんな長い名前のラジオネーム、うん、太っちょ塾講師さんから。講師さん、皆様おはからです。おはから限定と聞いたので、つい四季島公園管理事務所にあるガチャガチャをして、うん、以前あーちゃんが紹介していた限定四季島公園限定ぐんまちゃん缶バッジをゲットしちゃいました。かわいいですと。あ、限定品。そう、トーチさん言ってくれたのね。実は、うん、四季島公園の管理事務所が、うん、まあ、そのなんか100周年を迎えるんだって。そうなので来年ね、うん、なのでその前の今年99周年バッジを作ったの、うん、でぐんまちゃんとコラボしてて、うん、4種類あるんだけど、99周年ぐんまちゃんバッジと、うん、ルナパークの10円木馬とのコラボの缶バッジと、うん、あとさっきスターバックスが出たじゃん、うん、四季島公園にスターバックスあるじゃないですか。あるね、できたね。そう、そこの店員さんが、うん、デザインした、うん、ぐんまちゃん、スターバックス、うん、あとね、四季島公園のバラ園のコラボ缶バッジがあるんだよ、2種類。ガチャガチャで買えるん。そう、200円で。で、これが期間限定なので、ふとっとさん言ってくれたみたいです。数にも限りがあるんだろうな。早いね。なんかね、実はね、リスナーのキングヤスさんも言ってくれたみたいで、うん、嬉しいですね。それね、見せびらかしっこしようよ。あ、しようよって俺持ってねえや。うん。余分にもらったからコセンちゃんあげるよ。種類があるんだったら全部欲しくなるでしょ。そう、4種類全部持ってる、ね、やっぱね、スタバの可愛いわ、うん、4種類集めようとするとなかなかね、同じが出ちゃうんだよね、きっとね。そうね、ガチャガチャだとね。99周年もレアだし、うん、木馬も可愛かったし、もう4つ集まるまでね、あの、それ買ってく、買い続けてください。はい、50円割引とかがあるからね、楽しみにしていてください、うん、はい、はい、そして続いていきましょう。あれ、どなた、待って、メールがね、どなたにしようか、どこか行っちゃったよ。行方不明あった。じゃあそんなラジオネームキングヤスさんにしよう、うん、皆さんおはからです。おはからです。おはから、アーティストの CD や DVD などの初回限定版は買っちゃいますよねと。ジャケットデザインや特典が違えばもう別物、ABC とかたくさんあるともう大変です。また妻は割と限定品に弱くて、一時期よく観光地に売っているご当地限定キューピーマスコットを集めていました。それどうなのと思うけど、ネットで手に入るからと気に入ったキューピーちゃんを買い漁ってましたね。そんな妻はぐんまちゃんが好きなので、ほらやっぱり先日、うん、あーちゃんが紹介していたぐんまちゃん缶バッジ、四季島公園管理事務所にゲットしに行きました、うん、コンプリートはできなかったけど3種類ゲットできました。惜しい、あと1個、あと1個、うん、うん、嬉しいね。いやでもほらほら、ご当地限定のキューピーマスコット、結構集めてる人多いんだよね。これ流行りましたよね、キューピーのね。もう何種類あるんだろう。あちゃんはね、そのね、キティちゃんでハマったんですよね、うん、あ、キティちゃんもあるの。そう、ご当地、え、うん、知らない、コセンちゃん知らない。これはいろんなとこにあるよ、もうご当地キティちゃん、うん、ネットで買えるからそこ行かなくても手に入るんだ。でもやっぱりさ、うん、行った先で買うのがいい、うん、それがね、本来はね、うん、うん、いいよね、その観光した思い出と一緒にね。そう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 、うん、私知り合いに47都道府県回ったおばさんがいて、うん、そのおばさんがそのキティちゃんのね、毎回ハンカチを買うんですよ、ミニタオル、うん、それ47種類全部もらいました。もらったの。集めたらもう良くなっちゃったらしくて。あ、気が済んだんだ。あやちゃんあげるわって言われて。ラッキーじゃない。47種類持ってる。わー、行かないのに。そう、行ってないのにね、
でもすごいよ ね、 47種類集めるってね。そっか、集めるとあもうそれで気が済んじゃうんだね、うんうん、でもコセンちゃんはこのジャケットデザイン特典がもらえればってやつで ABC とかはコセンちゃんこう音楽系は得意なんじゃないですか。俺は動かないそういうのに。あそうなの、うん、だ限定で飛びついたってはお菓子ぐらいしかない。飛びついたっていうか買ったりとかしたのね。コセンちゃんがお菓子だってさ、うん、もっと他にいろいろ限定だったらあるんじゃない。物とかでさ、こんだけ物を持ってるんだから。いや思い出す限り出てこなかったんだよ。お菓子はしょっちゅう何年間か 2,3 年の間かな限定っていうのを見かけるとついつい買ってた時があったけど。だって限定品のいろいろ持ってません。靴とかさ、物とかさ、物とか靴とか持ってっかな。ああいうの限定品って言うんじゃないですか。限定品っていうかね、うん、いや限定品っていうよりデッドストックっていうか、買ったけど使わ下ろさなかったら新品状態で47、8年経ってしまったっていうものはあるよ。40年ぐらい前のものの新品、うんうん、まだいっぱい残ってるけど。それもさ、だって限定品って言えるかな。今となっちゃう、まあ限定、当時限定品じゃないけど、今となったらデッドストックってやつかね。デッドストック、デッドストック、デッドストック、うん、はあ、そう未使用。深谷から来ましたさん。来ましたさん。あーちゃん、こせんじいちゃん、おはからです。おはから。期間限定だとついということで、やはりこの言葉には弱い。食べ物で1日何食とか何日までの限定とかにはやられてしまいます。またこの商品はここにあるもので終了になりますにもつられてしまいますよね。わかる。あーもうこれで最後ってやつね。わかる。残り1品とか高くてもちょっと買っちゃう。そっかねえ、やっぱ期間限定ってこれ弱いよね。なんとか限定って閉店セールつって何回も何年もやってるお店とかあるけどね。わかる。それ買っちゃうもん ね。まだやってるみたいなね。あ終わっちゃうんだ、閉まっちゃうんだ。また40分台に、はい。8時42分を回ろうとしています。おはようめばしからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香とこせんじいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。ね、さあ今週も始まったということで、4月もねラストの週ですよ、はい、今週はゴールデンウィークも、はい、週末は5月だよもうね。うーん、ありゃ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 、感慨深い。ゴールデンウィーク、さっきさ、ゴールデンウィークっていつから始まったんかねなんて言ってて、うん、ね、したらね、アリオンさんからメールがいただきまして、早いですね。先ほどの件ですがと、うん、調べてみるといろいろな説があるそうです。一番有名な説ですと、1951年昭和26年に上映された映画自由学校がきっかけとなり、うん、映画会社が春の大型連休をゴールデンウィークと命名したそうです。そんな古いの。そう、私もね、うん、ちょっと調べてみたらすごい古かった。51年か。コセンちゃんと同期じゃない。同じぐらいで、うん、あーそうなんだ。約68年9年ぐらい前か。うん、へーねー。そう、映画会社が企んだものみたいですよ、うん、自由学校っていう映画が上映されて。だってね、日本だけだもんね、ゴールデンウィークなんてね。あ、そっか、アメリカはないんだよ。ないもんね。アメリカ夏休みが長いんだもんね。ホワイトデーなんてもないもんね。あ、そうなの。そっか、うん、あれ日本独自なの。あれどうだ、みんなそういう企業がさ、チョコレート屋さんとかさ、そういろいろそういう企業が企んでさ、うんうんうん、ね、そういう日にするんだよ。うん、なるほど。早いね、だけどリスナーさんね、ね、いろいろ教えてくれる、ね、うん、本当にありがとうございます。わからないことはみんなに投げかける、うん、はい、そうしましょう。ラジオネーム、あ、今日のメールのテーマお願いします。あ、今日のテーマは限定品だとついに、ついつい、はい、ラジオネーム、ドミンチョビンハゲチョビンさんから。ハゲチョビンちゃん、ごせんちゃーちゃん、皆様おはようございます。いらっしゃい。おはようございます。
食いしん坊のチョビンは、うん、仕入れの都合でお料理屋の限定3食とかに弱いんです、うん、タコやイカ貝類が好きなチョビンはお刺身ランチ限定3食の中に何軟体系が入っていたら注文しちゃうかも。現地でしか買えない、食べられないって地域限定品にはかなり予約、ついつい買っちゃうんですよ。では良い一日。面白い。でタコイカとかさ貝類を軟体系っていうんだ。まあ柔らかいからね。うん、うん。面白い。硬かないよな。軟体系そうだよね。言われてみれば。軟体系が好きなんです。で軟体系。うん、まあストレートにそう言われても何のこっちゃ分かんないかもしれない。そっか、じゃああるよね、お刺身ランチ限定10食とかさ、うん、そういうのね。でも10食とかは見たことあるけど3食って私見たことないかも。少ないね、極端に ね、うん、どんなお刺身ランチなんだろう、うん、ね、10食と言いながら3食と言いながらそれがね限定数終わったらまた奥から出して、うん、またそれまだまだありますよ、うん、第2弾がある、ね、繰り返すっていうそんなことないですよ。どうなんだろう、本当に限定なのかしらそうだよ、本当に限定だよ。コセンちゃん、ラジオネームナガちゃん、ナガちゃん、コセンちゃん、あのこの間のこと気にしなくていいですよ、うん、こういうのは嫌いじゃないですよ。いや何の話、俺もう忘れてる。ナガちゃんナガちゃんの名前をニックネームつけたのが俺だとかって話。そうなのに、ナガちゃんって言ったら分かんなくて、うん、それ勘違いだよ。忘れてたんだよね。あ、分かった分かった。俺も3人いるらしいからさ、俺そっくりなのそうなのとか言ってごまかしてはい、もうちょっと時間ください、はい、許してあげてください。思い出してみます。長ちゃんはね、うん、漬物の田村屋さんの前橋久手町の店舗限定の味噌ソフトクリームがついつい買っちゃいます。とても濃厚でまるでクリームチーズみたいです、そう、これ一度食べてみたいやつ。田村さんソフトクリーム作ってる味噌で。そう、もう田村屋さんって言ったらね、もう老舗の漬物屋さんですけど、そうなんですって。そこにお味噌のソフトクリームがあるみたいで、あれもう美味しいんですって。美味しい。味噌色してんかな、やっぱ。いや、白白いんだ。そう、へえ、味噌色は抜いたんだうん、じゃあ味噌臭もしないのか。サトシみたいな匂いしないんだ。何、サトシさん焼きまんじゅう焼いてるからあの味噌の匂いするじゃない味噌の香りがね、っていうことか。でも本当になんかね、香りも、聞いた話ですよ、香りもほんのりするんですって、お味噌の。お味噌の、そうで食べてみると、やっぱ色はね、ほんと白のソフトクリーム、で食べるとやっぱりこわずかにこうお味噌の香りが鼻から抜けるみたいな感じがして、聞いてね、食べたいと思った。あ、じいちゃん鼻もさ、あの舌もダメなんで、普通のソフトクリーム食べてると同じ味かもしれないな、まあ、それはそれでいいよ、試してみたら。かすかにするんだね。そう、かすかにするみたい。だ、これ久手町限定なんだって。そうなの。食べたいな。なんかお味噌じゃないけど、あーちゃん、お醤油、どこだ、あそこ大まま、緑大ままのところの駅の近くに、お醤油屋さんがあるのね。作ってるとこ。そう、醤油ね、うん、そうで、蔵とかも全部見せてもらったことがあって、そこで醤油ソフト、醤油ソフトを食べたの。食べたの。醤油味。そう、お醤油の味で、それもだから香りもすごいするわけじゃなくて、こうやっぱこう嗅ぐと、あーするみたいな。で食べるとじわじわとね、お醤油の味がしてくるのね。じわじわと後味がそういうなるの。そう、でもそれも逆に、お醤油の味というよりかは逆に味噌系の味で、なんか焼きまんじゅうっぽい味がしたんだよね。だからもしかするとこの田村屋さんのね、ソフトクリームもそういう焼きまんじゅうっぽい味するのかな。食べてみたいな、気になるな、まあ、味がちょっと足りなかったらね、醤油かけたり味噌つけたりとかしてさらにね、トッピングでこうね、ゴルゴさん、ゴルゴさん、今日のテーマは限定品だとついということで、自分は特に限定品というのは買うこともなくこだわりはないんです。その代わりバッグ系を見ると機能性を重視してしまい、バッグ専門店を見るとついつい見てしまう。とりあえずバッグ系といってもブランドものではなく、ファッションセンター島村にあるようなバッグ類には目がないですよと。プチプラ系に目がないそうです。島村さんすごいらしいわね、今人気で。すごい今島村動画とか、そういうプチプラ動画ってすごい出てますよ ね。次々と新しいものを出してくる。
ラジオネームルルちゃん、ルルちゃん限定品ね、全く買わないわけではないけど、うん、消費者の購買意欲を煽ってるよねと。売る方も商売だから仕方ないんだけど、うん、その手には乗らないぜ、そんな私はひねくれ者さと言って去っていきました。騙されないぞ乗らないぞってやつか、うん、そうか、そっちのタイプ結構いますか。まあそういうのあるだろうけどね、限定っつのね、ついつい乗っちゃうな。小泉ちゃん乗る、うん、限定品。俺はね、さっ、うん、まあこのテーマで考えたんだけど、うん、本当にねおかしいぐらいしか手出さないっていうか、それよりね1個しかないっつうものにちょっと。それだって俺限定品じゃん。限定っつうかさ、世の中に1つしかないもの、あ、世界に1つとかね、うん、そういうのに興味が。あ、そっか、またそれは限定品とは違ってきちゃうのか、うん、まあ、今世界に1つしかないものを何持ってるの、だんだん作り出してる。何作ってるの。まあ俺ほらこう見えても誰も見えないけど、アーティストだからさ、一応さ、うん、そうだよね、展示会もやったもん。今作ったものとかほら一つしかないよね、うん、ああそうかそうか、うん、確かに古戦茶の作品は一つだもんね、うん、あと最近服なんかもさ、世界に一つしかないものを身につけるようになってきた。どんなもの身につけてるの。だから持ってたやつにちょっと細工して、うん、はいはいはい、うん、まあいっぱいもうすごい数作られたもんだろうけど、うんうん、自分ながらのオリジナルに加工して、これ世界に一つしかないんだぜって自己満足に浸ってる、はいはい、なるほどね、うん、確かにちょっと加えるとね、スカートとか、うん、おズボンとか、うん、そういうのとかを縫ってバッグにする人とかもいますよね。ああそっか、そういう加工か。そうじゃなくてね、古戦ちゃんはちょっと自分の着るものに対してちょっとちょってるんだよね、ちょっと反抗をしてる。はあ、うん、ちょワンポイント入れてるっつうかね、うん、そんだけだよ、マークみたいにね、うん、へえ。ラジオネームトゥーパンプさんです。パンピー、限定品だとついということで、あーさん、じいさん、のんさん、おはからです。おはから、おはから、のんちゃんいるかな。限定品という、限定品という表示を見ただけで簡単に釣られます。特にコンビニ商品は期間限定、数量限定、地域限定など限定品だらけです。これらコンビニ商品の限定品はまさに一期一会で、見つけた時に買わないと二度と買えないものが少なくありません。ですから賞味期限がないものは必ず2個買うようにしています。これは転売するためではなく、どうしても欲しい友人がいた場合にお渡しするためです。興味がない人にはどうでもいいのかもしれませんが、物には人の人生を変えてしまうような出会いがあるからです。私はそんな経験を何度かしていますよ。素晴らしい。なるほど、うん、人の人生を変えてしまったことはあるな。おお、例えば。まあ思い出せないけど。なんでそうなの。なんかほら、自分がさ関わったことによってやっぱ変わるじゃない。それね。小泉ちゃん実はこれ覚えてるんだから本当。放送が終わると教えてくれるんだから。つうか今何にもさ考えずにさ言っちゃったんだけど。放送内で喋ってる。重いよね、人の人生を変えちゃうっていうのに。ですね、今後なるべく人の人生を変えない暮らしをしていこう。いやもうここの電波に乗ってるってことは変えてる可能性だってあります。あ、まずい。古戦茶の一言で。そっか、そうだよ、真に受けないでほしい。うん、上事だから。アットFMさん、音楽の CD 初回限定版は PV の DVD 付きが多いので、うん、高値をはたいて買っています。だいたい前橋の老舗の本屋さんで納品ですとかね、うん、まあ高いんだよね。いただいて、この間太田圭一さんのね、なんかコンプリートいくらっけな、2万5000だっけな、そのぐらい。はあ、高っ。つうかそれって持ってるけど、その70年代に買ったやつとか、うん、どうしよう、買わない。買えないよね。買えないんだよ、買わないよ、買えないだよ、ちょっとね、それはね、特典がいろいろねついてんだけどね、誰かが買ったら返してもらおうかな。おまけの音源は。パーソナリティだからね、電波で発信すれば誰かが貸してくれるかもしれない、ね、そしてラジオネームさけ太郎さんから。さけちゃん、土曜日から久しぶりに赤城山大沼のボート仕事が始まり、まずはスワンなどの清掃、隣の青木旅館別館さんはクレーンでね、何、うん、これなんて読むんだっけ。桟橋、桟橋だ、桟橋設置作業。日曜日は風が強いためボート仕事はお休みに。さて連休、コロナ禍来てほしくもあり、東京方面からは怖くもあり、微妙なり。あ、桟橋は閉まってあるんだ。
ね、出したり、ね、引っ込めたり、そういうことか、うん、電動でね、ヨーンヨーンってこうなったら、ね、楽なのにね。そっか。でもあれだね、まあ、本当にそうだよ、やっぱりコロナ禍でさ、うん、ねえ来てほしいけどねえ大変だよ、準備するのは大変だよ、この気持ちが本当に、うん、多分本当の気持ちだと思いますね。準備したらね使われなくなっちゃう、片付けなきゃ、お店としてはさやっぱ来てほしいに決まってますよ、うん、そりゃそうだよね、普通にやりたいもんね、うん、もちろんそれが 100% だけどさ、うん、やっぱりさね、いろいろこうあるからこう微妙な気持ちですよね、まあ、本当にかつてね経験したことない状況になってるからね、ねえ、うん、またねそっちでは3度目の緊急事態宣言があるから、はい、なかなかやっぱ今週末とかもねこっちに人は来なかったっていうし、うん、難しいですな、ね、うん、じゃあ群馬県だけでって言ってもその愛嬌群馬プロジェクトがね、うん、使えないってなったらやっぱりキャンセルとかも出てくるだろうと思うし、そうなんです、はい、ねえ、うん、なんとかしのぎましょう、難しいけどね、うん、でもねさけちゃんがね赤城山の赤や塩つつじ、うん、暖かいから早いかと思いきや、うん、やはり5月になってからみたいです、うん、その後白樺牧場の蓮月つつじかなと、うん、秘密の絶景ってやつですね、これこそさけ、うん、ちゃんの秘密の場所、なんかね秘密の絶景って言ってツアーとかもね、うん、毎年やってるけど、うん、今年はやるのかな、あそういうのあるんだ、そう秘密じゃなくなっちゃうんだね、みんな連れて引き連れて教えちゃういい、その人たちだけしか知らない、一人に教えるとそっからね何十人にも伝わって群馬県のねお花はツツジだもんね、うん、ね、いいね、綺麗なんだろうね、こっからだもん ね、5月から7月ぐらいかな、ね、朱色のねツツジがいいですよね、そしてラジオネーム朝からカレーさんからいただいております、朝からカレー、そうなんですよ、おはからの皆さんおはようございます、おはようございます、朝から最近カレー食べましたか、うん、しょっちゅう食ってる、うん、最近カレー作って食べました、無性に、まあ、お母ちゃんがカレー、まあ、神さんカレー作ったら3日はカレー続くんだ、お、ま、続けさせるっていうか、えそれ全部アレンジしないでカレーカレーカレー、そのまま毎夕食カレー、あーじゃあカレーうどんとかカレーコロッケとかにしないでカレーカレーカレー、うん、でもなんかね2日分ぐらいしか作んない時、なんでなんで明日の分もないとかね文句垂れたりとか、さあ本題ですが、はい、オリンピック開催に賛否があるようですが、私は開催に賛成です、うん、問題は開催の仕方ですかね、うん、今は何でもリモートです、なのでオリンピックもリモートで開催してねやる方がいいのかなとかね、うんうん、まあ旧来のやり方のままの開催は今時ではないのかな、うん、具体的に言えばね、例えばマラソンで言えば自分の好きなコースを好きな時刻にスタートします、それぞれに審判員をね伴走させて不正を塞いだりとかね、リモートなので場所や時間に縛られずに開催もできます、野球のようにリモートではできない種目もありますけどね、リモートでできる種目もたくさんあるからね、オリンピックもリモートを採用する時代が来てるんじゃないかなと思います、東京2020リモートオリンピック元年の花が咲きますようにっていうね、また新たな意見もこういう風に寄せられておりましたので、ね、新しい形でってねいろいろ模索してるんだろうけどね、ねえだってオリンピックだってもうあっという間ですよ、もうですよ皆様、まあ、お客さんもいろいろねこうだからね感染対策をしてっていう、そういうねお客さんの中からほらやっぱ出ちゃうとなかなか後が ね、うん、まあ、難しいけど ね、まあ、というわけで、そしてもうそろそろね、うん、あの今日はまだそこまで気温上がらないですけど、うん、ここから徐々に気温がググ上がっていきます、はい、はい、熱中症警戒アラートがですね、うん、本県でも試験運用していましたが、実際に28日からねちゃんと開始するそうです、うん、はい、これはですね熱中症のリスクが特に高まった際にアラートを出すことです、うん、アラートは気温とか湿度などから算出した暑さ指数を、ね、活用していくそうですよ、うん、なので前日の午後5時と当日の午前5時に発表します。指数が33以上になるとこれはね、うん、重症者とか死者が特に増えると言われているんです。あ、気をつけろっていうね、そう警告、うん、防災無線とか報道機関などを通じてアラートが出るそうです、うん、はい、まあ、それがあったらね、特別に気をつけないとっていう意識を持とう、はい、うん、よろしくお願いいたします。ね、まあ、今日も17度ですけど、うん、まだね暑くなってきますからね、水分こまめにとってお過ごしください。はい、さあというわけで今週もよろしくお願いします。担当はあーちゃんとじいちゃんでした。また明日、バイバイ。またね。